回はスコールが多かったが、こっちはずっと晴れているな。でも私、雨って結構好きなんですよ。おお、そうなんだ。珍しいな。まあ正確には雨っていうよりも傘が好きなんです。おしゃれな傘を持って出かけたいので、雨の日も大歓迎ですよ。なるほどな。雨の日を楽しむのはいいことだ。俺も高い傘を買ったことがあるが、台風で瞬殺だった。台風は歓迎しませんね。よし、いらっしゃいませ。ありがとうございます。そういえば、いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。伊達だ、桐生。この間俺と偉人町で飲んだ店覚えてるか。ああ、覚えてる。手が空いたら顔出しに来てくれ。お前が車で一人で飲んでるからな。そんなことしてると体壊すぞ。俺の健康が心配なら早めに来い。じゃあ待ってるぜ。あ、このお店電子マネーか。聞いたことはあるがよく知らねえんだよな。スマホのアプリにお金をチャージして支払うんです。スマホだけあれば買い物できるし、ポイントもつくしで便利ですよ。ただ店によって使える電子マネーが違うのが難点で、私は8つの電子マネーを使い分けてますね。それ本当に便利になっているのか。いい感じだ。お着替えタイム。かっこいいでしょ。俺に似合うのは。どちらまで行かれますか。
それでは出発いたします。いや、見せたと思う。海その話。エモいぜ。いや、気にしないでくれ。すみません。しずこ、待って待って。もう全然気づいてくれないんだもん、しずこってば。ごめんごめん、ミキ。ん？あれは。あのさ、ずっと気になってたんだけど、そのキーホルダーのキャラ何者？ああ、これ小野道夫くん。尾道のマスコットキャラクターだよ。知らない？知らねえ。マイナーだね。確かにしずこ、尾道出身って言ってたもんね。なんだっけ、こういうのってキモキャラ？違うよ、もうゆるキャラだよ、ゆるキャラ。私の大好きな大切なキャラクターなんだ。へえ、しずこは物好きだね。そう？私、道夫くんのお嫁さんになるのが夢なんだ。手術しないと治らない病気なんだって。手術しないと道夫くんのお嫁さんになれない。私、手術受ける。痛いかもしれないけど頑張る。辛くても我慢する。しずこだ。しずこ、帰る方向こっちだよね。一緒に帰ろうよ。ああ、ごめん、今日はちょっと用事があって、カムロ町ヒルズってところに行かなきゃいけないの。そうなの？結構歩くよ。しずこ一人で大丈夫？引っ越してきてそんな経ってないし、この辺のことをまだよく知らないでしょ。大丈夫だよ、地図も調べてきたし心配しないで。じゃあね、ミキ。うん、治安悪いから気をつけてね。じゃあね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちゃん、暇？俺らとちょっと遊ばない？この辺に雰囲気のいい店あってさ。ああ、もちろんおごるよ。結構です。私もう行きますので。おっと、待ちなよ。
そんな釣れないこと言わないでさ、いいじゃん。そもそもこの辺をうろついてるってことはナンパ待ちだったんじゃないの？違います、迷ってしまっただけで。またまた照れ隠し。なあ、お兄さんたちといい思い出作ろうぜ。誰か助けて。ゴー！てめえの汚え手で静子に触るんじゃない。なんだよこのおっさん。なんで私の名前を。目障りだ、さっさと消えろ。お やべえやつだな。おい大丈夫か、逃げるぞ。覚えてろよこのクソ親父が。ったく最近のガキは。あのありがとうございました。ん？ああ、いや気にしないでくれ。あのもしかして桐生のおじさんじゃないですか？え？やっぱりそうですよね、道夫くんを私に会わせてくれた桐生のおじさん。こんなところで会えるなんて。お久しぶりです桐生のおじさん。ああ久しぶりだな静子。俺の忘れるわけないじゃないですか、私の命の恩人なんですから。恩人？はい、ずっと会いたかったんですよ桐生さん。